堀越先生、堀越先生、今は芸大の客員、客員教授ですね。で卒業生で、僕も堀越さんとはいろんなところでちょっと審査とかね、はい、そうね、十何年やらせていただいてて、今息子さんがこちらの助手、助教をやっているということで、今日久しぶりになったんですけども、はいはいはい、いやもう椅子の課題はね、僕が入った時も1年生で、52年前ですよね、1972年で、はい、息子の助教の堀越さん、親子ツーショット。なぜか両方とも芸大で。どうせこの親子で建築の椅子の公表をするっていうのも不思議な気分。不思議な気分だよね。でも課題としては変わらず椅子があるって。そうですね。実家には父の椅子もありますし、1年の時に作った課題のあるの。私の椅子もある。あるの。ちょっとそれ後でインサートカットでここに、はい、入れさせていただきます。ね、この親子2台の椅子、あとやっぱり学生を知っている助教から見ると、まあ1年生まだ数ヶ月だけども、あ、このキャラがこの椅子ねっていうのなんか結びつくとこもあるんじゃない。 あります、やっぱり生徒知ってるとね、椅子の印象が結構強くて、うん、あの椅子を作った学生だねっていうところから多分先生の、うん、対話が始まるっていう、うん、そんなところがある。それ2年になっても3年になっても4年になっても、あ、1年の時のあの椅子のお前かみたいなでずっとなってくるわけね。やっぱりらしさが椅子に現れる。やっぱり1年が重要ですね。大人になっちゃってなんか結果を求めちゃうの前に、うん、もう彼らは言ってましたけど、入学してすぐその日に課題出されて、うん、ちょっと人物と椅子をちょっとツーショットしながらちょっと見て、なんかさっきね、こう持ち歩けれる、あ、結構手触りいいね。はい、こうなんかあれだね、スケボーとかなんかちょっと小脇に抱えてる感じのね、なんかイメージダブル感ある、ね、してたのは、うん、そうなんかイギリスとかであったあのタイプライターを持ち運ぶっていう文化が、タイプライターを昔あって、おー、キャンパスライフ、持ち運ぶものに作られたわけじゃないじゃないですか。だけどなんかそれが一つのなんかファッションというか文化みたいなものとして、こうなんか持ち運ぶっていうのがあって面白いなって思って、で椅子もそんな感じに持ち運べたらちょっと面白いだろうなっていうのもそのコンセプトの一つとして考えて、この持ち運ぶっていう動作を考えました。まあ移動する、まあ、さっきの二足歩行じゃないけども、まあ、歩いてまあベンチを探すとか、まあ、ちょっとねカフェ探すとかっていう時に、まあ、どこでもそこの椅子があれば好きなところを借景にして座れるっていうのは、ね、あるよね。そう、これをなんか実際に持って生活してみた時に、してみたんですけど、してみた。そしたらどうでした。あの普通座れる場所って結構もう限られてるじゃないですか、うん、ここに座ってくださいみたいな感じでベンチが置いてあったりとか、うん、もうそういう感じじゃなくて、もう好きな場所に置いて好きな時に座れるっていうことができるんで、そうした時になんか普段座らない場所に座ってみて、なんか普段見ないものの見方とかもできてみたりとか、なんか意外と思ったよりもいろいろ幅が広がって、なんか生活自体もちょっと楽しくなったなみたいな、でコンセプトに合ったちょっとした彩りみたいなのも結構意外と体現できてるのかなと思って。何部？あとバスケットボール部。バスケットボール部、あと山岳部にも入ってます。山岳部、黒沢ヒュッテ、はい、今度行ってみたいなね。はい、じゃあ椅子を持って黒沢を呼んでに、そうです、あのバスケの試合もこっちボールでこっちも。さっきなんか話ちょっと聞いてるけども、家の中に50センチの段差がある空間がある。床の高さが50センチで、うん、あの GL が、うん、あのゼロでっていう、もう家の中から外に下ろして、うん、家の中から見ると、ここから上だけ、うん、が見えるっていうね、椅子が浮かんでるみたいに見えるみたいなイメージをして作りました。そうだよね、なんか本当すごい、ね、椅子の上に椅子がいるみたいなね、乗っかってるっていう形で、それやっぱり自分のこう日常空間の中でこう発想した椅子なんだよね。そのこうグランドレベルとこう50センチの床レベルの間に椅子を置きたいなっていう発想は、それを見ててどうしてそれが生まれてきた。
なんかその50センチの床から、DL に座るとこ、だいたい窓ってレールがあってトゲトゲしてて座りにくくて、なんかあんまり窓のそば心地よく、なんか長居できる場所がないなみたいなこともあったので、うん、そう、窓のそば好きなので、その窓のそばをもっと豊かにできる椅子を作りたいなと。実際にじゃあ家のところに今後これを置いて使っていこう、うん、ね、さっきあの堀越さんとか、いまだに自分が作った椅子が家にありますとか言ってたからきっとそのお家もさ、まあ、引っ越しがする時があったとしたら、次移る引っ越し先の家の条件は50センチの段差がある家を探すって形です。キッチンでちょっと腰掛けながら料理するみたいな、はい、そうですね、あのそういうで、ちゃんと深くして食事すると、はい、そうです、料理するあんまりしないですけど、コーヒー入れたりよくするんですけど、なんかコーヒー豆引いてコーヒー入れるときってドリップしてる間待つ時間が長くて、やっぱ料理の待ち時間ってなんかすごい手持ち無沙汰で、本当に1分とか30秒とか、こうキッチン離れるには短いけどいるにはちょっと退屈みたいな、そういう時間にこういうちょっと軽い腰掛けがあったら、そういう待つひとときもゆったり過ごせるかなと思って、ね、やっぱりちょっと本当こう持た、まあ、こう今こう持たれるだけでも随分違う、はい、単純に板材使ったりとか、このアームの部分はその実は一つの部材に見えて、こういくつもの薄い板材をまあ圧着してこうカットしたものでできていたりとか、圧着するのも自分でやる、そうです、そういう事業も並行してその工具の使い方の練習も、あの研修もある。そうですね、前半で、まあ、そのエスキスって言っていわゆるこの椅子のデザインを決定する、まあ、中間工評みたいなのがいくつかあって、それが終わってからその、まあ、芸大の木工房で作業が始まるんですけど、まあ、その木工房で作業する中でいろいろと教わっていくっていう感じでした。あの 1年生今全部で何人？15人です、ね、15人、はい、ね、少数制だよね。そうです、15人と、まあ、入学式の時に始めまして、まあ、知ってるやつもチラチラいたとして、はい、まあ、ほとんどこう初対面で会います。でそれから4、5、6、まあ、3ヶ月経ちました、はい、そのあ、この性格、この人がこの椅子なんだなっていうのは自分の中でなんかつながったりとか意外だったりするってあるんですか？まあ、意外というよりかやっぱむしろまだお互いこう知らない状態からスタートしてるんで、なんか椅子でこう性格を見たっていう感じがします。なんかこうエスキスのたんびに、あ、こういうデザイン系統の人なんだなっていうのは、こうむしろ性格を知るより先にこうデザインの方向性を知るみたいな感じで、だんだんこう話していく中でそのギャップも生まれたりはしますけど。なるほど。なんかそれはそれでとても面白かった。じゃあ逆にこう性格とか、まあ、会って話をするところから得る情報以上に、はい、椅子のエスキス、スケッチ、こうコンセプトなどの方の情報量の方から、はい、その人の性格を入ってくるのが多い。そうです。お、じゃあちょっとこの井上くんの作品を見て同級生がどう思うか。井上くん、はい、4月に初めて会いました。2人から見てこの椅子の作者の井上くんはコンセプトが分かりやすくて、うん、こう手堅くこう納得できるような、うん、プロセスを踏んでこう造形が進んでいくんで、うん、あ、こういうやつなんだ。手堅い性格みたいな、真面目というか真面目なって言われてるけど、いや、まあそうかもしれない、そうかもしれない、まあ作り終わってる。あ、西村どれだっけ、どうですか、こう井上から見た西村。いや、計画性が結構ありますね。ありますか。で西村でも結構さっきちらっと高評価の時見てる、あれのか、ここから削り出していくの。そうです。これはまた与えられた時間と自分の作業量の計算が、もうやりたいものが見つかるともうまっすぐ、うん、そんな感じ。そんな感じ、はい、でもそれはそれぞれらしくって、そうです、そう言ってもらえると。これ材質的な形なの。そうです。で、もう元々で片肘で立てたような状態がキープできる。畳ってこう目があって片方は滑るけど片方は滑るので、座る場所によっては
縦膝したいけど滑っちゃうとかってあるとね、こっち側だと、特に靴下とか入って、まあ、こいつがあれば、こう、いい塩梅だけどで、まあ、少し余白もこう動かすのを残しつつ、座れれば、はい、なかなか、あのレアな時間の体験です。そういう座り方、あ、韓国の片膝のあれの座り方はこうだね、こうだっていうらしくて、でその形を、キープできる椅子、そうです。あれも結局地面に座って低いテーブルで食事をするときに多分楽だから、あの形に派生したと思うので、ちょっと早く座りたいの。そうですね、やっぱりその50年間の中で、きっと過去の作品見ても、登山のこの座る形をキープしてほしいっていうのは、ない年にしてますね。じゃあ、完成を、首を長くしてます。頑張ります。建築はだから椅子から始まるんですよ。椅子に座っての環境がだんだん部屋になって建築になって都市に、一番の基本だった。